ポーツマスはイギリスのハンプシャー南部にあるイギリス海峡に面した都市。イギリスで唯一、島所部に位置する都市で、ポートシー島に都心がある。ロンドンから南西へ70マイルに位置する。行政は単一自治体である。ポーツマスの町、ポーツマス FC の両方が、ポンペイの愛称で呼ばれる。人口は20万5千100人、郊外を含む。 都市圏は855,679万 5, 人。ポーツマス都市圏の面積はイングランドで11位である。1世紀以上の歴史がある軍港であり、世界で最も古い間ドックが現役で使用される。ネルソン提督の機関 HMS ビクトリーなどの多くの有名な軍艦の母港となってきた。近年、ポーツマス海軍基地は、 軍事拠点としては衰えたものの、イギリス海軍とイギリス海兵隊の基地と造船所は維持されており、依然として司令部が置かれている。ヨーロッパ大陸に向かう貨物輸送や旅客輸送向けの商業港も栄えており、フランス北部とスペインへのフェリーが定期的に発着している。近年は、 スピンレーカータワーが新たなランドマークとなるなど、臨海部の再開発が進行している。再開発地域は、ガンワーフ・キーズとして知られている。ポーツマス市の2倍以上の人口のポーツマス都市圏には、フェアハム、ポーチェスター、ゴスポート、ハバント、リーオンザ・ソレント、スタビトン、ウォータールービルなどの町々がある。近年の都市圏は、 サウサンプトン寄りのハバントを通過する M27、A27 道路や北のクランフィールドを通る A3 道路の沿線にまで拡大している。ローマの支配を受ける以前からポーツマスの地域には損落があった。ポートチェスターにはローマの駐屯地が設けられた。ポーツマスの古い時期の記録の大部分はノルマンコンクエスト後にノルマンディー人によって焼き捨てられたと考えられている。 ポーツマスに言及している13世紀前半の年代記が最も古い。しかし、アングロサクソン年代記ではサクソン人によって設立されたと語られている。これにはポータスハーバーの口として9世紀後半から言及されているが、歴史家からその起源を受け入れられていない。ポーツマス大聖堂ドゥームズデイブックにはポーツマスについて触れられていない。しかし、 村落は後に、ポーツマスの一部として追加された。この時、ポーツマスの地域に200から300人の住民が定住していたと見積もられた。ポートシーには1166年よりも前から小さな教会があったのに対し、ポーツマスに建設されたのは1181年である。セイアウグスティの修道会のサウスウィック修道部員は、 ヘンリー・パッセイの宗教改革まで存在した。イギリス国教会の現代的なポーツマス大聖堂は、この修道会があった位置に建設された。1194年に、死死神のリチャードが第3回十字軍へ参加するため、かつてジャンド・ジゾールがそうやったように艦隊と兵士をポーツマスへ招集した。同年5月2日、リチャードは経費を削減するため、 ポーツマスに王室特許状を与えた。裁判所の建設ともに定期的に市場の開放が行われ、税金の免除がなされた。新たに王座に就いたジョン王は1203年にフィリップ2世との戦争のためイギリス海峡に面する海軍基地の強化に乗り出し、イングランドの核造船所から一隻以上の軍艦を徴収した。ポーツマスには最初のドックと 聖ニコラウス病院が建設された。13世紀にもボーツマスは、フランス攻撃の拠点として、ヘンリー3世とエドワード1世らが乗用した。14世紀頃には、商業の大きな発展があった。港での最大の取引は、バイオンヌとボルドーからのワインであり、他にもウール、穀物、小麦、細葉体制、ロー鉄などを輸入した。 サウスシーキャッスル百年戦争の勃発によって、フランス艦隊は1338年に、ボーツマスを吸収した。この攻撃で教会と病院は残存したが、町の大部分は破壊された。エドワード3世は、これを再建するため、免税の措置を取った。さらに吸収から10年後には、初めて国死病の流行による人的被害を受けた。 ポーツマスの再生を脅威として、フランスは1369年、1377年、1380年と、たびたび攻撃を繰り返したため、1418年に、ヘンリー5世は、ポーツマスへ、要塞の建設を命じた。木製のラウンドタワーが、港の入り口に建設され、1426年に、完成した。ヘンリーパッセイは、 石材で要塞を再構築し、正方形の城塞にした。また、ロバート・ブリガンダインとレジナルド・ブレーエ京を援助し、世界初のカンドックが建設された。ヘンリー・パッセイは1527年に、カトリック修道院からの没収した資金の一部で、サウスシー・キャッスルを建設した。ポーツマスで建造されたメアリー・ローズは、ヘンリー・パッセイによる命名であった。 1628年にバッキンガム校、ジョージ・ビリアーズがポーツマスのパブで暗殺された。現在このパブは個人が所有し、バッキンガムハウスと呼ばれ、追悼の飾り額を掲げられている。イングランド内戦の間、ポーツマスの要塞に置かれた兵器は、国王派と中東軍の安全を保障する代わりとして引き渡された。この戦争では、 議会派海軍の主要基地となった。英蘭戦争と英西戦争では、イギリス海軍の父ロバート・ブレイク提督がポーツマスを母校に利用した。アーサー・フィリップ率いる11隻の船団は、1787年5月13日に、ポーツマスから出港した。この船団は、ボタニー湾を経て、ポート・ジャクソン湾へたどり着き、オーストラリアへの初入植を果たした。 HMS ウォーリア産業革命により、ロジスティックにイギリス海軍を支援する役割を担ってきた、ポーツマスにも重大な産業の変革が訪れた。1802年に、マーク・イザムバード・ブルネルは、軍艦の装具で使用する滑車を世界で、初めて量産に成功し、ポーツマスブロックミルで大量生産ラインを確立した。その先端さにおいて、 世界最大の造船業拠点となった。1805年にフランススペイン艦隊の侵攻を阻止するため、ホレーショネルソンはポーツマスを去り、トラファルガーの海戦が最後の式となった。ポーツマスを囲んでいる要塞網により、ヨーロッパで最も守備を固められているとして、イギリス海軍の信頼につながった。奴隷売買の根絶を認ぜられた西アフリカ戦隊は、 1808年にポーツマスから出港した。1872年12月21日には、主だった自然科学の探検隊もポーツマスから出港した。第一次世界大戦中の1916年に飛行船セッペリンの爆撃を受けた。1926年に王国最初の軍港であったことを理由に申請した。 シティステータスがポーツマスへ与えられ、バラカウンシルによる組織的自治が始まった。その2年後、ロードメイヤーの職を受けた。第二次世界大戦で、ポーツマスの広範囲にわたって、ドイツ空軍による爆撃にさらされ、多くの民家と市民センターが破壊された。サウスシー海岸とポーツマス湖は、1944年6月6日に、 始まったノルマンディ上陸作戦に出撃する軍の乗船場であった。ポーツマスの北側にあるサウスウィックハウスは上陸作戦の間、連合国軍最高司令官であるアメリカのドワイト・ D ・アイゼンハワー将軍の本部に選ばれた。戦後、ポーツマスの多くの建材が損害を受け、住宅の修復や品質改善に消費された。この影響を受けた住民は、 ポールズグローブやリーパークなど都心から離れた郊外へ移り住んだ。戦後の国内における再開発は実用主義とブルータリスト建築様式を特徴とし、ポーツマスではトライコーンセンターがその恒例だった。近年は新たな再開発の波を受け、トライコーンの解体、放棄された産業拠点の再生、そしてスピンメーカータワーの建設があった。 ポーツマスの大部分は、ポートシー島にあり、ソレント海峡に面している。これはイギリスで、唯一のアイランドシティであり、ヨーロッパにおいて、第13位の人口密度が高い地域である。また、イギリス国内では、インナーロンドンに続いて、第2位の人口中密地である。ポートシー島は狭い小川によって、ホンドグレートブリテン島から隔てられているが、湖岸や橋などによって、 外観上は半島となっている。ポーツマス港は島の西側にあり、東側には塩湾のラングストーン港がある。ポーツダウンヒルは北側に位置し、この丘からポーツマス全域を越えてソレント海峡やワイト島を市民できる。ポーツマスの行政は単一自治体であるポーツマスシティカウンシルによってなされている。1194年に 王室から特許状を与えられた。1904年には、地域が拡大され、ポートシートの全域がポーツマスとなった。1920年と1932年にも、地域は拡張し、最終的には、本土の地域もポーツマス市に組み込まれた。かつては、ハンプシャーのノンメトロポリタンディストリクトだったが、1992年の、 地方自治法の施行により1997年4月1日に現在の単一自治体に再編された。しかし、あくまで天冷カウンティであるハンプシャーのディストリクトである。ポーツマスにはポーツマスサウスとポーツマスノースの2つの国会選挙区が設置されている。2015年の総選挙ではフリック・ドラモンドとペニー・モドントがそれぞれ選出された。シティカウンシルは 42名の議員から構成されている。議員の任期は4年で、14の選挙区から3名ずつ選出される。2014年5月の選挙以降、保守党が12議席の少数与党となっている。その他は自由民主党が19議席、英国独立党が5議席、労働党が4議席、無所属が2議席となっている。ありがとうございます。